先月28日に第一子となる女児を出産したタレントの加藤紗里、29、が2日までに自身のインスタグラムを更新。コメント欄へ寄せる、クレーマー、に反論した、写真、また抱き方がーっとか言うんでしょ、という長女を抱く写真加藤は出産後、コメント欄に寄せられる、苦情、の声に、リリ抱っこしてないから本当に出産後かわからないとか、へそぴしてるのありえないとか、寝転んでるからだろとかクレームつけすぎ。W姑か、WWW、と反論し、赤ちゃんを抱っこして鏡に映った自撮り写真を投稿。抱き方に関しては、また抱き方がーっとか言うんでしょ。片手離したの君たちのクレームのためにシャッターを押す一瞬だからな、と説明した上で、撮ってもらったら撮ってもらったで、誰が撮ってるの、とか言われるからさ仕方ないから立ってリリ抱っこした全身、と綴った。この投稿のコメント欄には、新生児こんな抱き方しないで、と指摘する声や、産後とは思えないスタイルの良さ、たくさんの姑が見守ってくれてると思えばいいですよ、さすがサリちゃん。クレーマーはクレームすることが生きがいだから、などのコメントが届けられている。